Hello, how you doing, everybody? Let us continue with this last quest. I managed to level up. Early this morning, I guess. And now I'm at level 15, and I can clear the last Act 1 mission. If it is the last one, I don't know if there's another. Yeah, there you are. Adventure Bank 15. We are about to go to the last act. One. Make it chapter one. And I'm gonna have Lisa. Wait, oh my god. I forgot Lisa helped it so bad, but never mind. We're doing a mission. I teleport to wherever we're going. Next year, we're gonna go to the statue first. 何かすごいことを聞いたみたいね。What bad news? In the library. Library should be on the right, because the left is the office. Yes, I was right. Wait.私の記録は自分でお願いね。禁書エリアの方は貸し出しできないわよ。あら、あなただったのね、可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それで、お姉さんのところに来たのは何か用かしら？それとも、単に私に会いに来たのかしら？ I don't think I have a specific in mind. 用がないのに、私のところまでわざわざ会いに来てくれたの？はいはい、からかうのはこれくらいにしておいてあげるわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか？おすすめの本？残念だけど、私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから貸し出…きゅ、okay. 急に不穏な雰囲気が…な、そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら？トラベルガイド？旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。I'm pretty sure it would. おー、実用的な本だな。借りてみてもいいか？仕方ないから、貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。So we're gonna fetch a book.そういえば、まだ返却されていない本が他にもあるわね。リュウ、気のせいか、周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのなら、お手伝いなんてどうかしら？今のリサさん、すごく怖いぞ。かわいこちゃんは優しいわね。さてさて、最初は、栄光の風ね。じゃあ、後で記念品ショップの前で集合しましょう。Leave building.
I'm going to fetch him some book. Why am I supposed to be at? Marjorie さん、You already did. 最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょう。せっかく外に出たんだから、少しくらいサボっても問題ないわよ。Oh, come on. 何せ、生きるって大変なことだから。記念品なら、きっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね。この方に選んでもらってはどうでしょう。え、旅人が選ぶのか？お一つお選びください。きっと。リサさんの心をつかむものがあるはずです。お一つお選びください。これは柔らかく、ゆったりとした履き心地がポイントの商品です。特に女の子、似たようなかぼちゃパンツを履いたお人形が多いので、可愛さの象徴みたいなところがありますね。かぼちゃパンツ？こんな子供っぽいものを履いていたら笑われてしまうわ。それともこういうのがあなたの趣味なのかしら。これでいいのか？選んだ後は変更で。お一つお選びください。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。Okay. 少しボロボロだけど中身は。これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない。こんなところにあるなんて。これでいいのか？選ん。Yeah. さすが可愛い子ちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。え、リサさんもバネッサ様がお好きなんですね。それならおすすめの品がたくさんあります。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が過ぎていたんですか。実はリサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるよ。はい、わかりました、リサさん。では次の本を探しましょうか。どれにしようかな。今日のおすすめはステーキですよ。鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。 Do you really need a table? A chair? これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。
注文が決まりましたら。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか。当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。 You're gonna visit everyone and pick one thing from them. そこまで仕事が嫌いなんだな。早く出よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞いたわ。これでいいのか。Apparently, yes. She's a drinker. Bye.鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか。えら No. よくある酒。これでいいの。注文はできたかしら。煙たいわね。あなた若いのにこういうのが好きなの。かわいこちゃんという呼び名をどうやら考え直さなくちゃいけないみたい。そろそろいいかしら。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか。いいえ、ごちそうになったわ。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまって。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。星ひろ。冒険者協会に。はい、め。Hey, Donna. ここで最後よ。この二人。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないってどの本で読んだのだったかしら。はい、お前って空気が読めないんだな。そういうところも可愛いわよ。せっかくだ、これまでと同じように花を選ぼうぜ。リサさんへのプレゼントですか。どのお花にいたします。無評花なら隅っこに置いてあります。本当にこれにするつもりですか。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか。これでいいのか。No. リサさんへのプレゼント。タンポポは店長のフローラさん。普通花屋さん。そういえばフローラさんもそんなイメージがあります。これでいいのか。タンポポ、ここってタンポポが買えるのね。ジンと同じ爽やかな匂いがするわ。ありがとう。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。どんなさ。本題ですか。はあ、やっぱりそういう反応をするのね。白の姫と6人の小人は覚えているかしら。それはその、どうしよう。本をなくしてしまったんです。この前、そろそろ返却期限になると思って
図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。ほら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのなら、ドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや、10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り、一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。だからて、もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり。可愛い子ちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？元素感知力？元素資格で手がかりを探してみよう。 OK。 今夜はムーンパイにしようかな。しようかな。幼馴染なんだから。タンポポ？タンポポだってもちろん立派なお花だよ。痕跡を見た感じ、確かに盗まれた可能性が高いわね。どんなのせいじゃないんだな。けど禁書エリアの本でもないのに盗む価値なんてあるのかしら。変わった独占欲ね。次はどうすればいいんだ？かなり弱い元素反応だけど、犯人は本を場外に持ち出しているみたい。Now we have to go outside. Oh, かわいこちゃんにも見えるわよね。その痕跡をたどって相手の居場所を探しましょう。Oh, and up. Okay. Standing there is boring. Yeah. Can withstand my stupid lag. Let's go up more. Not around here. Now.
ここの元素の痕跡、少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。Let's put the map. Okay. Oh boy. Sorry about that. Oh. Should I or should I not? Headshot. You know what I'm gonna do. You know what I'm going to do. この周囲にはいないわ。随分遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。Do I need to go up there? Is still not cured. Okay. Thank you.
校の近くにあるはずよ。うん、元素近くなら魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を探しましょう。遺跡に住んでるのか？モンドの人をそう一括りにしないでほしいわ。それにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。まあ地下遺跡を歩き回るという点ではそうだけど、彼らは人のものを取ったりしないわ。いえ、少なくとも生きた人のものを取ったりしないはずよ。What do you mean by that? そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。Right. それに the other section. この遺跡の入り口に施されている元素封印もアビス封印？どう解けばいいんだ？この程度の元素力で私を止めようなんて。うえ、Well, I guess this is where she shines. We'll be using Lisa. 入りましょう。あ、あー、これが仕事モード。Another mage. Find the stolen book. Recommend party level 19. Good. And so let's start. Yeah, we're gonna start with her.Mostly purple, so win, I guess. 中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか？借りた本は返してもらう。例外はないの。Hang on. しびれなさい。それ、しびれなさい。Forget to pick all this up. Good. Oh shit, I'm gonna fall.
Yeah, I'm gonna fall. Yeah.We have to start all the way from here. Oh my god.逃がさないわよ。しびれなさ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 それちょっとビリビリさせんたしびれなさ逃がさないわよそれしびれなさしびれなさしびれなさ逃がさないわよふっ逃がさないわよしびれなさそれやみつきにならないでねしびれなさ
I have to get this. So, I need to collect all this first. Sorry! Chances with her, but I'm only at level 20, so I can't really clear her without killing myself. I need time, actually. Should I just... How about weapons? Switch her weapon to something. This is level 20 already. How about I have an enhancer weapon? Can't, I already have the maxed out level. Oh crap. Oh, this is gonna be difficult. Afternoon tea の時間よ。 It's twice too, I have to do it twice. Not just once.
それ、しびれなさ。フェス。それ。それ。早く投降しなさい。それ。ちょっとビリビリさ、しびれなさい。ちょっとビリビリさ、ちょっとビリビリさせない。おや。オーマイガード。オーマイガード。いや。本当にアビスの魔術師だ。ミサさんの読みが当たったな。しびれなさい。しびれなさい。しびれなさい。それ。しびれなさい。お前たち、どうしてここに、ちゃんと隠れていたのに。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印まですする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの。人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか、モンドにもあの秘密を理解。貴様は誰だ。図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら。本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。正体を隠すとは。ならばなおさらあの秘密に関わる。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。でないと。でないとなんだ。でないと私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。よおう。それにしても、禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外、特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。これは信頼に値する市民への特典。特典というより
面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。 No, don't worry. I'll be bringing you along. Trust me. じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。 Okay. 他人と。Well, I guess that's it for the day. And we're just gonna meet her and see what happens next in our next session, I guess. So thank you for watching, and I hope you learned something from all this, because I definitely screwed up a lot. So you guys can just, you know, learn from my things that I learned, that I do, and what to do and what not to do. AndSubscribe if you're new, and join in the game if you haven't played this already. Well, you're missing a lot of stuff. There's a lot of people playing in this game already. And I'll see you again next time. Take care. Bye-bye.